ルドルフ・ディーゼルの特許に基づく最初期の単気筒ディーゼルエンジン鉄道車両用の高速ディーゼルエンジンの一例。DML30C 型ディーゼルエンジン水平対向12、気筒排気量30リットル4、サイクルディーゼルエンジンの動作ディーゼルエンジンはディーゼル機関とも呼ばれる内燃機関であり、ドイツの技術者、ルドルフ・ディーゼルが発明した往復ピストニエンジンである。 1892年に発明され、1893年2月23日に特許を取得した。ディーゼルエンジンは、点火方法が圧縮着火である圧縮着火期間に分類され、ピストンによって圧縮加熱した空気に液体燃料を噴射することで着火させる。液体燃料は、発火点を超えた圧縮空気内に噴射されるため事故発火する。 実用化された単体の熱機関としては最も効率に優れる種類のエンジンであり、また、軽油、重油などの石油系の他にも、発火点が摂氏225度程度の液体燃料であれば、スクワレン、エステル系など広範囲に使用可能である。汎用性が高く、小型高速機関から巨大な船舶用低速機関まで様々なバリエーションが存在する。 エンジンの名称は発明者にちなむ。日本語表記では一般的なディーゼルのほかかつてはジーゼル、ジーゼル、デーゼルとも表記された。日本の自動車整備士国家試験ではジーゼルエンジンと表記している。ピストンで空気を液体燃料の発火点以上に圧縮加熱し、そこに液体燃料を噴射して自己発火させる。 これにより生じた燃焼ガスの膨張でピストンを押し出す圧縮着火核3燃焼期間である。ディーゼルエンジンの本質は点火装置が不要な内燃機関である。ディーゼルエンジンは4ストロークサイクルと2ストロークサイクルに対別される。理論サイクルの分類では低速のものがディーゼルサイクル、高速のものはサバテサイクルとして取り扱われる。 ディーゼルエンジンは燃料を噴射量で出力を制御するため、スロットルバルブを必要としない。すなわち、常時吸入空気余剰の希薄域で運転される。ただし、不機密な核酸燃焼のため、全体では希薄であっても、部分的に燃え残りの粒子状物質や窒素酸化物が発生する。燃料噴射装置を用いて燃焼室に燃料を高圧で噴射する。 燃焼室形状の違いで、単室の直接噴射式と、副質式に分かれる。1990年以降に燃料噴射圧を上げることが可能になったため、直接噴射式が主流であり、副質式と下流質式は抵抗率のため使われなくなった。今日では、ディーゼル燃料で、大型ガスエンジンを添加するときに、副質式が用いられる。 ディーゼルエンジンは圧縮着火のため高圧縮比となる。一般にピストンエンジンは圧縮比イコール膨張比であることから高圧縮比、高膨張比エンジンとすると熱効率が高まる。圧縮比を上げることを機体の熱力学だけで解析すると対数的に効率は上がり続けるものの圧縮比15を超えると伸び悩む。一方で高圧縮は摩擦損失と 可動部品の重量増による完成損失を増大させ、特に高回転で機械損失が急増する。また高圧縮になるほど着火しやすいが、むしろ着火により完全燃焼しにくくなるため、適正な圧縮比は14台だと言われている。膨張比はより大きくても良い。ただし、低温時や高地でのエンジン始動性のため圧縮比は14、より大きいものが多い。 ディーゼルエンジンは、高圧縮比エンジンなので発火点さえ確保できれば、生成度の低い安価な燃料を使用できる。ただし、その実現には、高価な全処理装置や特殊なエンジンオイルが必要になる。低燃費だが、エンジン本体に高い圧縮比に耐えうる構造強度が、必要になるため大きく重くなり、イニシャルコストが高い。可動回転域は、 ガソリンエンジンより低回転でかつ狭いため、車両の発進には有利だが、より多段の変速器が必要になる。拡散燃焼の特徴から、気筒溶石あたりの出力が低い代わりに、気筒溶石に制限がなく、巨大なエンジンを実現できる。熱効率は良いので必要な出力が得られるまでエンジンを大型化することができる。この場合、大型ほど、 低速回転になるが、これは、大型船舶など、低速回転、大出力が必要な用途においては極めて都合が良く、実際に、超大型低速ディーゼルエンジンが、大型商船の指揮官として、広く用いられている。空気だけを圧縮した中で燃料が、自己発火するため、横ん号燃焼ガソリンエンジンで問題となる、ノッキングやデトネーションが発生しない。そのため、火球による、 吸入充填量の増加で、筒溶石あたりの低出力を補うことが容易である。スロットルバルブを持たず低速でも、排気圧力が高いことから、ターボチャージャーにより、排気エネルギーの一部を回収し、効率を維持したまま排気量1リットルあたりの出力を100馬力程度からそれ以上にすることも可能である。21世紀、現在の中速。 高速ディーゼルエンジンには4ストローク機関が使われ、大型船舶や大型発電には低速2ストロークユニフロー装置、ディーゼルエンジンが使われている。2ストロークエンジンで新機をシリンダーに送り込むためには何らかの下級が必要となる。ガソリンエンジンでは安価なクランクケース圧縮が使われているが、ディーゼルエンジンでは下級機と頭上排気弁を併用する。 ユニフロー早期ディーゼルだけが生産中である。吸入工程ピストンが貸し点まで下がり、空気をシリンダー内に吸い込む圧縮工程ピストンが上下点まで上がり、空気をシリンダー内で圧縮加熱する膨張工程、燃焼室内の高温高圧の空気に燃料を噴射すると燃料が自己発火し、膨張した燃焼ガスがピストンを貸し点まで押し下げる。 排気工程、フライホイールの完成や他の気筒での膨張などにより、ピストンが上視点まで上がり、燃焼ガスをシリンダー外に押し出す上昇工程ピストンの上昇によって、早期ポート、排気弁の順に塞がれ、前半までに早期が完了し、後半で圧縮が行われる。その後に圧縮上視点付近で燃料を噴射し、点火する。 加工工程前下半で膨張が行われた後、排気弁が開き、内圧が下がり、直後に、ピストンの加工によって、早期ポートが開き、吸気が排気を押し出す、早期が始まる。拡散燃焼ピーク際従来の方法かつては、プランジャーポンプの一行ほどの加圧と、突出だけで一回の燃料噴射を実現する、ジャーク式ポンプだったので、多段噴射できなかった。 噴射量は機械制御によるプランジャーの有効ストローク量で決まった。従来のジャーク式ポンプはエンジン回転数や負荷によって燃料圧力と噴射量が変化する欠点がある。燃料噴射弁は燃料圧力の増減で中続的に自動開閉するものだった。いずれも噴射ポンプと噴射弁の間にある長い噴射管を毎回低圧に戻す影響のため、 噴射圧が低く、近年では使われなくなってきた。列型噴射ポンプの一例分配型噴射ポンプの一例列型噴射ポンプ分配型噴射ポンプ、別名ロータリーポンプ近年の動向を1990年代後半から以下の方法で高圧燃料噴射を電子制御している。基本的にポンプで加圧だけを分担し、重属弁との間に配置した電子制御弁が、 噴射量とタイミングを分担する。電磁式、噴射ポンプコモンレールユニットインジェクターディーゼルエンジンでは、ガソリンエンジンとは異なる特性に応じた装置が必要になるため、かなりの高コストになる。蒸気の燃料噴射装置や、高段の排ガス対策用の後処理装置が代表例であるが、これら以外でも、原理的に振動と騒音が大きくなるため、 ディーゼルエンジンでは二次バランサーを追加したり、防振ゴムによる固定に高度な技術が使用され、また大型車に圧縮解放ブレーキも使用される。燃料油正浄機は C10 油から不純物を取り除く装置。1950年頃、白用大型ディーゼルエンジンで安価な C10 油を使うために開発された燃料の全処理装置。それまでディーゼルエンジンは、 一定水準以上のグレードにある A 重油までしか使えなかった。C 重油は、精油残差といえる劣悪な燃料で、不純物の混入が前提となる。燃料油正常機は、残差油を加熱して流動性を高めてから、水分や固形分を遠心分離機で取り除き、さらにフィルターでろ過して細かな混入物の除去を図る。安価を求める、残差油は、 軽質油を蒸留した残り物なので、製油技術が向上し、利用価値のある各種成分を高度に分流できるようになるにつれ、残砂部は相対的に低質化していく。したがって、一定品質に止まらないため、燃料油清浄機も高性能化を求められる。九百七十年以降に生油法の進展によって導入された接触触媒分解装置からアルミナ、 シリカ微粒子が残左右に混入するようになり、ピストンリング、シリンダーライナー、燃料ポンプを短時間で損傷する事故が多発するようになった。燃料を油分析サービスと併用して事故の防止を図っている。火花点火のような着火機構を持たず、着火には空気の断熱圧縮による高温を利用しているため、寒冷地での長時間停車後など燃焼室が冷え切った。 状態からの始動や標高が高く空気密度が小さいところで始動する場合は、吸気が着火に必要な温度に達しないことがあり、予熱が必要となる。燃焼室内に頭部を露出させたグロープラグで予熱を行ったり、場合によりインテークマニホールド直前に置かれたインテークヒーターで吸気を加熱する。マツダのスカイアクティブ D では、始動には、 グロープラグを用い、始動直後には、可変排気弁の遅閉じによって、高温の排気ガスを吸気管に吹き返して、吸気を温めている。小型ディーゼルエンジンの始動には、ガソリンエンジンと同様に、スターターモーターによって、クランク軸を回転させ、燃焼サイクルを開始するが、圧縮比が高いため、同程度の排気量に対して2から3倍程度に、 大きな出力のスターターモーターを備える必要があり、自動車などでもバッテリーを2個直列にして、電装計を 24V とするものがある。大型エンジンの始動には、圧縮空気をシリンダー内に吹き込み、ピストンを直接動かすための装置が必要となる。あらかじめ補助動力装置を起動して、発電や圧作空気を生成しておく場合が多い。ディーゼルエンジンは、 着火に電気を用いていないため、エンジンキーをオフの状態にしても停止しない。運転を停止させる方法には、以下の3種類がある。エンジンオイルディーゼル車も参照。ディーゼルエンジンでは正しく添加剤が加えられた、エンジンオイルでないと、シリンダー内の燃料の燃え残った、微粒子が、ピストン側面のトップリング付近で、エンジンオイルの主成分である。 鉱物油と結合して沈積物を作り、リングを固着する、リングスティックという現象が起きる。これを防止するために、エンジンオイルには、ピストンリング付近に溜まる燃え残り、つまり、ススやスラッジを洗い流して、エンジンオイル中に分散させる正常分散剤が、加えられる。また、排気や、ブローバイガスの管流で、それらに含まれる硫黄などによる酸で、 エンジンオイルが変質するのを防ぐ酸化防止剤や腐食防止剤、粘土を適正に保つ粘土指数向上剤も加えられている。船舶用潤滑油についての詳細は、ユニフロー早期、ディーゼルエンジン船舶用を参照。船舶用ディーゼルは大別して、中、高速なトランクピストン式温ストロークと低速なクロスヘッド式にストロークに分けられる。 前者のトランクピストン式の潤滑油は一般的な高速ディーゼルエンジンに近い。しかし、後者のクロスヘッド式は大量に、黄分の残留する C10 油を使う特大型ディーゼルエンジンとなり、シリンダライナ潤滑用のシリンダ油とそれ以外の潤滑を行うシステム油の2種類が存在する特徴がある。 シリンダー油は燃焼後に発生する硫酸成分を中和するために塩基化の高い高アルカリ化シリンダー油が求められる。中和しないとエンジン内部がすぐに腐食してしまうためである。ディーゼルエンジンのエンジンオイルはガソリンエンジンのものに比べ早期に多くの微粒子を取り込むためオイルフィルターは大型で高効率なものが使われる。一部エンジンでは 本来のオイル流路とは別に設けられた遠心式や吸着式によるバイパス式フィルターで微粒子を取り除いてオイルパンに戻すものもある。燃焼残差の多い c 重油を使うクロスヘッド機関ではシリンダーブを潤滑した高アルカリ化シリンダー油は汚すぎてフィルターでも再利用できず廃油となる。その代わりクランク質は シリンダ質とは分離され独立のオイル経路で循環して潤滑される。ディーゼルエンジンはスロットルバルブが不要なことや吸気脈動が大きいことなどでガソリンエンジンと比較してインテークマニホールドでの負圧生成には適していない。そのため真空倍力式のブレーキブースターを用いるディーゼル車では V ベルトやギアで駆動する専用の真空ポンプと 負圧貯蔵タンクを備えている。このポンプの潤滑にはエンジンオイルが兼用される。大型低速であるほどディーゼルエンジンの長所が引き立ち、短所が目立たなくなる傾向にある。逆に小型高速ではガソリンエンジンが有利になる。このため小型車のエンジンはガソリンで大型車のエンジンはディーゼルになることが多い。鉄道の機動車はディーゼルがほとんどであり、 船舶も、軍用や高速船、小型船の船外機などの例を除き、ディーゼルエンジンであることが一般的である。ガソリンエンジンは、点火方式が、火花点火燃焼方式が、均一予混合燃焼である。あらかじめ燃料を気化させた混合技をシリンダーに、吸入、圧縮した後、電気火花により点火する。均一混合技に満たされた。 燃焼室に火炎面電波が発生し、燃焼域が半球状に広がって、完結燃焼する。シリンダー直径が大きすぎると、火炎電波速度が間に合わず、シリンダーの外周に近い混合儀まで点火できなくなるので、シリンダー直径に限界がある。一方で予混合燃焼では、PM は発生しない。ただし、圧縮工程で燃料噴射する。 直噴ガソリングエンジンは、気化できない液滴の残る、不機密な清掃燃焼なので、PM が発生する。ディーゼルエンジンは拡酸燃焼なので、溶石に制限はない。ただし、高圧下の拡酸燃焼速度は遅いので、大溶石エンジンは、低回転に限られる。これは、むしろ大型船舶やポンプ、発電機などの大出力エンジンにとって都合が良い。 一万馬力を超える巨大出力の歯車減速器は信頼性に乏しいので低速エンジンの直接出力が求められるためただし速度変化の激しい車両には多段変速器が必要になるガソリンエンジンは混合技の吸入量をスロットルバルブによって絞ることで出力を制御するのに対しディーゼルエンジンは燃料噴射量だけで出力制御するため ポンピングロスが少なく、効率が良い。また同じ理由でディーゼルは負荷変動によって、空燃比も変わり、全般的にも気薄燃焼であり、理想空燃比は実現できない。これは、溶石あたりの燃料の充填が少ないことを意味し、気筒溶石あたりの出力が低い傾向にあるが、下級により保管できる。特にスロットルがないため低回転から、排気量が多いので、 ターボチャージャーとの相性が良い。ただし、最近では、両者の構成が近づいている。2012年に圧縮比を、同じ14にした、高圧縮比、ガソリンエンジンと低圧縮比、ディーゼルエンジンが、松田から出荷されている。他社のガソリンエンジンでも、旧機の可変バルブタイミング機構により、吸入量を変えたり、 低温多量 EGR バルブにより排気と吸気の割合を変えて出力を調整するようになりスロットルバルブは必須でなくなった。これらの改善のため近年ガソリンエンジンの効率が上昇しディーゼルとの差が縮まっている。さらに事実上同じ点火燃焼モードを持つエンジンが開発中である。まずガソリン燃料でありながら圧縮比14台で 圧縮着火を目標としている破棄砕、横んご圧縮着火エンジンが開発中であり、通称、リゾットエンジンとも呼ばれる一方で、1995年には、ディーゼルエンジンでありながら、低負荷領域で横んごを用いる。ピーク砕横んご圧縮着火が、実用済みであるなど、ガソリンとディーゼルエンジンの区分けが曖昧になりつつある。燃費、効率面圧縮比が高く。 燃焼室内の空気過剰率が大きいため、作動ガスの比熱比が高く図紙熱効率が高いと言われている。ただし、これは大型低速エンジンの場合であり、高速エンジンでは損失も多い。2010年現在の大型白用ディーゼルの熱効率が50%に達するのに対し、自動車用ディーゼルの熱効率は40%。 ガソリン機関の熱効率が30%程度、ガソリンアトキンソンサイクル機関の熱効率は30%台、後半である。また重量、負荷変動、速度、変速の効率が加味される自動車の走行パターンを与えた場合には、差が縮まる。以下に、乗用車用エンジンのトップランナー方式の、実効率の報告書の結果を示す。 2005年の予備調査の時より2010年の結果の保がタンク2ホイール効率の差は半分に縮まっている。同じ程度の排気規制を満たすために差が縮まったとも言える。この報告書の効率の算出方法について、まず燃料を比較すると、軽油はガソリンに比べ密度が12%大きく、溶石あたりの熱量も9%大きい。 しかし質量あたりの熱量は5%小さい。熱量あたりの二酸化炭素発生量は2.5%多く。質量あたりの CO2 発生量は2%少ない。溶石あたりの CO2 発生量は10%多い。このような燃料の異なるエンジンを燃料の溶石や質量単位で比べられないため、生産エネルギーと消費エネルギーを比べている。 このように補正したタンク2ホイール効率では JC08 モードでディーゼルはガソリンより3.5%しか良くない。ただし10.15モードなら8.5%良い。さらにウェル2ホイール総合効率の JC08 モードの効率と CO2 排出量では11%良い。さらにウェル2ホイール総合効率の10.15 モードの CO2 排出量では18%良い。まとめると、自動車用ディーゼルは、現在の厳しい排気規制の下でも JC08、モードのタンク2ホイール効率では、ガソリンエンジンより3.5%エネルギー効率が良いが、軽油の熱量あたりの CO2 発生量は2.5%多く、車単体での CO2 の排出量の差は、ほとんどない。 ただし、ウェルツーホイール総合効率の JC08 モードの CO2 排出量で11%良い結論は変わらない。これはガソリンの生成に軽油よりもエネルギーを消費しているためである。車両用ディーゼルは高速道路の低速走行など負荷が一定の状態なら熱効率通りにガソリンより3割ほど効率が良い。しかし常用回転域が狭いことから 市街地走行のような負荷変動と加減速を含む走行パターンでは一気にガソリンとの差がなくなる。変速が単純な10.15モードの効率が JC08 モードより良いことから伺える。構造、動作面ディーゼルエンジンには点火装置とスロットルバルブが不要であるため構造が単純化でき信頼性が高い。ディーゼルエンジンは拡散燃焼の範囲であれば 圧縮時の灯内が空気だけなので、下級してもプレイグニッションノッキングやデトネーションがない。スロットルバルブがないため、低速でも排気が多く、ターボチャージャーとの相性が良く、溶石あたりの低出力を補うことができる。さらに大型エンジンでは排気エネルギーを出力軸により多く回収するターボコンパウンドも可能。ガソリンエンジンには、 点火時の火炎の電波速度により、シリンダ直径に限界があるのに対し、ディーゼルエンジンには限界がないので、大型化に適している。ガソリンエンジンでは、多気筒化で排気量を確保して、高トルクを得るか、高回転化で出力を上げなければならないのに対し、ディーゼルエンジンでは、気筒容積の拡大で可能となり、構造が単純化されフリクションロスも抑えられ、 熱効率が高まる。大型エンジンほどディーゼルエンジンの利点が生きる。ディーゼル燃料の因果点はガソリンに比べて摂取80度ほど高いため爆発、火災事故に対する余裕が大きい。特に被弾することを前提とした軍用車両でこのメリットが大きい。軍用車両のエンジンは航空燃料の JP-8 等と併用する。 ことも考慮され、ディーゼル化を進めている。ガスタービン燃料は、軽油よりも上質油であるが、燃料を共有することで有事の平坦が合理化される。逆回転運転ディーゼルエンジンのうち、4ストローク機関は、吸気系統側に、早期用の補給を持たず、噴射ポンプで、シリンダー内に直接燃料を噴射する構造のため、 ガソリンエンジンと異なり始動時に何らかの方法でクランクシャフトを逆方向に回転させることにより逆回転運転をさせることができる。例えば自動車の場合は変速機を前進ギアに入れた状態で車体を後進方向に押したり坂道で折り方向に空走させたりするとクランクシャフトは逆回転するためデコンプを開いておくなど 指導の予防措置を講じない限りは逆回転状態でエンジンが押し掛け指導してしまうのである。自動車でこのような状態になると変速機が前進ギアの際に車体は後退し、後進ギアの際に逆に前進が行われることになる。これは事故や労働災害を誘発する原因になる一方でその特性を活用することで変速機を介することなく逆回転のみによる 交代運転が可能となることも意味している。4ストロークディーゼルで逆回転運転が始まった場合、吸排気弁の機能が逆転するため、排気管から吸気し、エアフィルター側に排気が行われることになる。また、カムシャフトのバルブタイミングや噴射ポンプの噴射タイミングも適切に反転させたものを使用しなければ十分な出力性能が得られないため、 自動車ではあまり実用的とは言えないが、中、小型船舶用機関では古くは、マニアスルザー、B&W などが、前進用と後進用の2系統のカムシャフトを、可変バルブ機構で4ストロークディーゼルの逆回転運転による後退航行を実現しており、航空用エンジンでは、ダイムラーベンツ DB602 が、同様の機構を有していた。しかし、今日では、 小型船舶では、このような逆回転運転機構ではなく、油圧、または電動の遠隔操作で断続されるクラッチと、交代用ギアボックスを組み込むことで、交代航行が行われている。なお、2ストローク期間では逆回転運転をさせても、早期航と排気弁または排気口の機能が逆転せず、 早期ポートタイミングも変化しないため、リードバルブ式、ガソリンエンジンでもユニフローディーゼルでもともに、逆回転運転は可能であり、ディーゼルエンジン特有の長所とはなっていない。ただし、ガソリンエンジンでは逆回転が後退に利用される、例は一部のスノーモビル程度に限られているが、ユニフローディーゼルでは、大型船舶にて今日でもごく当たり前に、 交代航行を行う手段として用いられている。自動車用ディーゼルエンジンの価格はガソリンエンジンの倍になる。スロットルと点火装置がいらない代わりに高価な燃料噴射系統補機類が必要となり、エンジン全体は高コストになる。ディーゼルエンジンの主たる端緒は大きく重く振動が激しいことである。大重量ゆえエンジンの出力重量比が悪く、 軽量化を要求される航空機では一部を除いて従来あまり採用されずレシプロエンジン全盛期においても主流足りえなかった。また圧縮着火のため航空での指導性や信頼性に乏しいというのもディーゼルエンジンが敬遠された大きな理由の一つである。拡散燃焼なので黒煙や PM が発生しやすい上に 燃焼室内が高温高圧かつ気白燃焼域で、酸素と窒素も肩であるため NOX も発生しやすく、密閉コックピットが普及する前の飛行機では、特にディーゼルエンジンがパイロットたちに嫌われた理由でもある。排気対策をするにも、排気中の残留酸素が多い酸化性踏み機では酸原触媒を使えないため、PM と NOX 対策に、 別々の後処理装置が必要となり高コスト化する。健康面燃費、効率面高圧縮比のため、ピストンリング面圧、軸受け面圧と稼働部品の質量が大きい、高速回転させると摩擦損などで、エネルギー損失が急増する。高圧縮比のため高回転まで回らず、常用回転域が狭いため、車両用には、走行速度に応じた変速が必要で、 最適な回転数を外すと効率が低下する。この2点が調和しないため、自動車用ディーゼル機関は、大型白用ディーゼル機関より、大幅に抵抗率となっている。構造、動作面ディーゼルエンジンでは、燃料噴射装置が、点火装置と出力制御装置を兼ねるため効果になり、燃焼制御も難しい。燃料噴射系が、エンジンコストの半分を占める。 高圧縮比であるため、吸排気系の脈動も大きく、こちらの振動や騒音も大きい。船舶用、コジェネレーション用では、脈動を抑えるため、アキュムレーターを備えたものもある。シリンダーヘッド、シリンダーブロック、ピストン、コネクティングロッド、クランクシャフトに高い強度と剛性が求められ重量が、かさむ。加減速や発進、停止を頻繁に求められる。 車両用途では、大トルク用の多段変速機が必要となる。副変速機込みで18段や24段にもなる、変速機を手動で操作するのは、煩雑すぎて、現実的でない。そのため、優秀な自動変速機が必要になり、さらに重く、高コスト化する。吸気管負圧を得にくいため、自動車において、ブレーキブースターを別の経路から取る必要がある。 これも、また高コストの原因となる。寒冷地では、燃料中のパラフィンが積出して、燃料フィルターで目詰まりする場合がある。寒冷地仕様になっていない温暖な地域の経由を、入れて、寒冷地に移動して駐車していると、燃料が流れなくなって始動しなくなることが多い。ディーゼルエンジンの容積あたりの低出力を、下球、ターボチャージャー、ターボコンパウンドなどで補うと、 点火装置の単純さというメリットが相殺され、高コストになる。乗用車用、ディーゼル機関では振動軽減のため消費気量ながら、多気筒化する傾向があり、気筒容積の拡大で、大型化できる利点を生かしにくく、高コストになる。ディーゼルエンジンの暴走インテークに、スロットル弁を持たず、アクセルペダルの操作が噴射ポンプの噴射量のみを制御する、ディーゼルエンジンは、 噴射ポンプのリンケージの不具合や超速機の破損などにより燃料供給が過多となった場合、エンジン回転数が下回転となったまま、オペレーターの操作では、エンジン回転数を制御できなくなる、ディーゼルエンジンの暴走事故が発生することがある。ディーゼルエンジンの暴走は、ターボチャージャーの軸ケ部のオイル漏れや、過度のブローバイの発生などで、 切りかしたエンジンオイルが吸気系統に大量に混入した場合、あるいは可燃性のガスが充満した空間に稼働状態のディーゼルエンジンが置かれた場合などの外的要因によっても発生し得る。ガソリンエンジンは燃料装置の不具合、例えばチョーク弁の誤作動などで燃料の供給が吸入空気量に対して過多となった場合は点火プラグが失火してエンジンストールを起こすか。 著しくドライバビリティが低下していく。ガソリンエンジンでもスロットルベンのリンケージの破損により、エンジン回転数が下回転となったまま制御不能になる暴走が発生する可能性はあるが、このバイメインキースイッチやキルスイッチを作動させるか、カーバッテリーの配線やプラグコードを切断するなどして強制的に点火装置や点火プラグへの給電を断つことで、オペレーターは 暴走を容易に停止させることができる。機械式燃料噴射装置や、機械式燃料ポンプ付けキャブレターのガソリンエンジンで、乱音を併発するという特殊な状況でのみ、オペレーターの操作だけではエンジンを完全停止できない、事態が発生しうるが、それでもスロットル弁を閉じれば、回転数は下がり、さらにマフラーの排気口を塞ぐことで容易に暴走は止められる。 しかし、スロットル弁、バタフライバルブを持たず、圧縮圧力のみで、自己着火する、ディーゼルエンジン、とりわけ噴射ポンプが、機械式の場合、吸入空気量を制限する機構が何もないため、ひとたび暴走が発生してしまうと、メインスイッチや、アクセルペダルを、いくら操作してもエンジンの加回転を停止することが、できなくなってしまう。 さらには、ターボチャージャー付けディーゼルエンジンの場合は、暴走が発生すると、ターボチャージャーも、過回転状態となるため、下級圧のオーバーシュートも併発することで、ブローバイが燃焼室から大量に、クランクケース側に吹き抜け、そのブローバイが、PCV バルブや EGR を通じて、インテーク側に大量に吸引されることにより、 たとえ噴射ポンプへの燃料供給が断たれたとしても、多量のブローバイにより、インテークに吹き抜けるエンジンオイルのみで、ディーゼルエンジンの暴走が継続する、ポジティブフィードバック状態が成立してしまう場合すら、ある。このようなディーゼルエンジンの暴走を、エンジンブローに至る前に停止させるには、燃料タンクから、噴射ポンプへの燃料供給を遮断するのみでは、不十分で、 エアクリーナーボックスや吸気口に蓋や線をはめ込んだり、二酸化炭素消化器を吸気口に大量に吹き込むことで、吸入空気を遮断する、あるいは変速器をトップギアやオーバートップに入れた状態で、フットブレーキやサイドブレーキを目いっぱいかけて、クラッチを一気につなぎ、クランクシャフトの回転を無理やり停止させエンストを狙うなどの方法を取るしかない。 自動車では走行中にアクセルペダルを戻しても、エンジン回転の上昇が止まらない、ディーゼルエンジン暴走の兆候が見られた場合は、マニュアルトランスミッションでは直ちにクラッチを切り、オートマチックトランスミッション、セミオートマチックトランスミッション、無断変速機では、シフトレバーをニュートラルに入れて、ドライブドレインへの動力伝達を立った上で、路肩に停車して、蒸気の暴走停止の措置を行う。 アメリカ海軍では、船舶用、ディーゼルエンジンで暴走が発生した場合には、燃料供給弁を閉じた上で、デコンプを開いて、停止を図るようにトレーニングマニュアルに記載している。欧米では、ディーゼル機関車や、デトロイトディーゼルなど、旧式のディーゼルターボエンジンをレストアした、際の試運転時に、たびたびこうした、暴走事故が起きており、キャタピラーは、燃料系統を修理した。 ディーゼルエンジンを初めて始動する際には、作業助手は燃料系統の修理ミスに伴う暴走に備えて、吸気口に直ちに線ができるように備えておくことを推奨している。日本でも2000年代初頭に、三菱自動車工業の三菱、デリカや三菱、チャレンジャーにて噴射ポンプの製造工程のミスに伴う、ディーゼルエンジン暴走事故が発生し、 リコールに至っている例がある。可燃性ガスの充満が発生しやすい、石油化学プラントや鉱山では、ディーゼルエンジンの暴走事故が数多く起きており、アメリカ合衆国労働省など、海外の労働行政機関は、産業用ディーゼルエンジンに対して、万が一暴走が発生した際に備えて、吸気系統と燃料供給系統の双方にシャットダウンバルブや、 安全遮断弁を備え付けるように義務付けている。が、それでも全てのディーゼルエンジンの暴走のフェール政府の確立までには至っておらず、2005年のテキサスシティ声油所爆発事故でもその過程において自動車のディーゼルエンジンの暴走が関連していたことが確認されている。フィルター直前に追加インジェクターを持たない燃焼再生式の DPFDPR 等が 装着されるディーゼルエンジンについては、軽油によってエンジンオイルが希釈されることとなるが、燃料を含むエンジンオイルによって発生したブローバイガスが EGR 機構によって吸気系に戻されることによってもディーゼルエンジンの暴走が発生する。低地型の内燃力発電やポンプなどの動力。水上船舶、潜水艦などの白用動力。 トラックやバスといった大型自動車や、戦車のような軍用車両、建設機械、農業機械などの大型特殊自動車ディーゼル機関車や、機動車などの鉄道車両に使用される。発電、ポンプなどはディーゼルが主流であるが、排ガス規制による LP、LPG、CNG などのガス燃料の制限がある場合は、電気点火のガスエンジン、または、ディーゼル燃料で点火する、ガスエンジンとなる。 大出力を生み出す大型白用エンジンと、そこから派生した低地発電用エンジンは、ディーゼル機関の独占上と言える用途である。これらの分野は、大用途では常に制約、問題となる機関本体及び、補機の重量、容積を、ある程度度外視でき、ディーゼル機関の持つ大型化に適した性質に合致した、結果と言える。 レーシングカーアウディアール 10TD に搭載された5.5リットル V 型12、気筒ディーゼルエンジン大型に適するディーゼルエンジンゆえ、世界中で大型自動車や大型特殊自動車、建設機械に用いられている。日本では1リットルあたりの軽油引き取り税がガソリン税よりも低廉であることから燃料そのものの価格は高額である軽油の方が、 小売価格ではガソリンよりも1割強ほど安価とされており、経済性を優先する商用車はディーゼル比率が高い。欧州では小型の乗用車でも新車販売台数の約43%がディーゼル車である。米国では乗用車市場におけるディーゼル車のシェアは0.5%である。 モータースポーツでのディーゼルエンジンの登場は古く1952年のインディ500でカミンズ製のディーゼルエンジンを搭載した車がポールポジションを獲得している。2006年にはアウディアールジューティリーがルマン24時間レースに出場しディーゼルエンジンの初優勝を記録。その後2014年まで9年連続でディーゼルエンジン車がルマンウィナーとなった。 2007から2011年までの WTCC でもディーゼルエンジン車が認可され、セアとのレオンはシーズン総合優勝を達成している。しかしいずれもガソリンエンジン車に比べると例は極端に少ない。日本のスーパー耐久でも松田でミオが参戦しているが、低速のトルクは強力な一方高回転まで伸びない、ため馬りを稼げず、優位とは言い難い。 なお大型車の多いラリーレードでは、ディーゼル車は、昔も今も、一般的である。2000年頃には9から16リットル級の中型エンジンでは、直列6気筒とインタークーラーターボ化球が、採用されて 500HP 程度の出力であり、16から30リットルの大型では、自然吸気、V 型8気筒以上の配列が採用されていた。 高速低速走行の頻度が高い高速バスや輸送用トラックには中型ターボチャージャーが適し低ミュージや走行抵抗の大きいアクロでの微低速走行の機会の多いダンプトラックにはレスポンスに優れ扱いやすい大型の V 型8気筒ノンターボエンジンが好まれてきたからであるしかし次第に厳しくなるハイガス規制の前に 各社とも2010年までに排気量を11から13リットル程度まで落とし、有害排気の低減装置と親和性が高い直列、6気筒エンジンに生産を絞り込んだため、排気量の大きな V 型自然吸気エンジンは姿を消した。自動車用4ストロークエンジンでは、下吸気による高圧化が進み、すでに東内最高圧力の上昇限界のために圧縮比は、 低下傾向にある。排気量2から5リットル程度の小型ディーゼルエンジンの多くが乗用車用なので、静粛性や排ガス対策を中大型エンジンよりも強く求められ、コモンレールによる直接噴射式となっている。欧州に比べ、日本では CO2 の削減メリットより NOX や PM に対する放棄性が優先されたため、2000年頃から、 小型ディーゼルエンジン搭載の乗用車は減少した。しかしポスト新長期規制と呼ばれる厳しい基準群に対応するクリーンディーゼル乗用車が2010年以降に発売され、再び徐々に増加していたが、フォルクスワーゲンの排出ガス規制不正問題発覚以降、ディーゼル乗用車は規制当局やメーカー、何よりユーザーの3方から見放されつつある。 早期車両においては、単なる下級機との組み合わせでなく、タービン機関との複合機関とされる例がある。インドでは、古くからディーゼル二輪車が生産、販売されていた製の汎用型小型空冷、短気筒ディーゼルエンジンを搭載した、エンフィールドロビン DR400D。近年、イギリス陸軍が、川崎製オフロードバイクにディーゼルエンジンを搭載し、運用開始した。 これにより、陸軍車両燃料の軽油への統一化を完了した。同様の車両が、HDTM1030M2JP8 として、市販されている。パッカード製の星型9気筒ダイヤモンド DA42 に搭載された、センチュリオンー1.7パリ航空省に展示されるヒペ、AE440 飛行船においては1920年代から1930年代に、開発された、 LZ129 ヒンデンブルクや LZ130 は逆回転可能なディーゼルエンジンによりプロペラを駆動していた。カムシャフト上のギアを変えることにより回転方向を変えることができる。全出力からエンジン停止、逆回転させて全出力までの時間は60秒以下であった。これはまさに船舶用エンジンと同じ機能である。 1929年に完成した R101 飛行船には直列8気筒のビアドモア製トルネードエンジンが5機搭載された。鉄道用の4気筒エンジンを2つ組み合わせて高出力、軽量化したものであった。気温の高くなるインド航路での利用が多く見込まれたため、インカテ点の低いガソリンでの火災事故の懸念からディーゼルが選択された。飛行船は 固定翼航空機と異なり、連続運転を要求されず、中速クラスの可逆回転ディーゼル機関を流用できたが、1930年代末期の公式飛行船そのものの衰退で、それ以上の発展を見なかった。固定翼機において、最初にディーゼルエンジンが試されたのは1920年代から1930年代にかけてであり、 1928年9月18日に、パッカード製の星型ディーゼルエンジンを搭載した、スチンソンデトロイターが初飛行に成功している。パッカードのエンジンを搭載した機体は発生する、黒煙対策として、機体色を黒にしていたが、臭いや黒煙が不評だった。代表的なものとしては、パッカードの空冷製型エンジンや、対抗ピストン式の u モ o 2 0 5などがある。 ソ連では、第二次世界大戦中チャロムスキーやマイナス30、ディーゼルエンジンがイエモラー F やマイナス2やペトリアコフ、ポリエチレンマイナス8などの爆撃機に搭載された。フランスではブロックが、メガバイト203爆撃機に、クレルジェ製の星型ディーゼルエンジンを搭載した。ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントでは1932年に、 ロールスロイスコンドルエンジンを圧縮着火式エンジンに改造して、ホーカーホーズリー爆撃機に搭載してテストした。このように多くのメーカーがエンジン開発を試みたが、ディーゼルエンジンは耐久性と燃費は良好だが、スロットルの反応が鈍い、ひどい肺炎と振動などの理由により、主流とはなり得なかった。対戦後のユニークな提案としては、 複雑なターボコンパウンド機関の燃焼にディーゼルを利用するネイピアノーマッドがあるが、これも実用化には至らなかった。また、アリソン250などディーゼル燃料対応を謳ったターボプロップエンジンも存在するが、出力が落ちるため積極的に使われることはなく、緊急用としている。航空機用ガソリンエンジンの進化が頭打ちになり、 さらに二度のオイルショックに加えて環境に悪影響を及ぼす、言うなまりの航空用ガソリンへの規制が強まったことから、従来の航空機用、レシプロエンジンの燃料の価格が高止まりした。そのためヨーロッパでは1980年代以降、ジェット燃料も利用可能、かつ低出力では、タービミエンジンよりも燃費に優れる、小型プロペラ機向け低燃費ディーゼルへの関心が、 復活した。1980年に NASA のグレン研究センターではコンチネンタルモータースと共同で3気筒と6気筒の星型ディーゼルエンジンを発表するなどしている。大きく、重く、振動が大きいという欠点を改善するためエアロディーゼルと呼ばれる軽量化されたエンジンの開発が試みられている。一例としてイギリスのダーノにストロークディーゼルが挙げられる。 これは、重たいシリンダーヘッドを使わず二つの対抗ピストンで、一つの燃焼室を形成する、対抗ピストン式エンジンの現代版である。しかし、引く、摂取5度以下での指導が保証されない、着火と燃焼が安定しないので航空で使えない、など、この形式の性能や信頼性は、決して高くない。ディーゼルの適用は、低空で使用する、飛行船、軽飛行機。 ヘリコプターに限られており、発展性は少ない。2001年ドイツのシーラートが、ディーゼルエンジンでは、第二次世界大戦後初めて JAA による認証を取得した。2002年に認証を取得した、センチュリオン1.7エンジンとその後のセンチュリオン2.0エンジンはそれぞれメルセデス・ベンツ A クラスに搭載された OM、OM668。 OM640 エンジンをベースにしており、ダイヤモンドエアクラフトインダストリーズの DA40 や DA42 などの小型機に採用された。2010年までに合計3000機以上が生産されている。会社は2008年に倒産した後関在人の下で再建が行われ、2013年に中国航空工業集団工資参加のコンチネンタルモータースに買収された。 2010年には、イズによって制御される、ディーゼルハイブリッドヘリコプターのコンセプトが発表された。エコモターズ社の対抗ピストンエンジンが採用されている。2015年から NASA によって、電動の V トール機やドローンを、ディーゼルエレクトリック方式とすることで、航続時間を伸ばす研究も行われている。2015年11月6日には、エアバスヘリコプターズが、 ヒペン A440、e、を搭載した試験機 H120 の飛行に成功したヨーロピアンクリーンスカイイニシアティブの一環として開発されたこれによりヘリコプターで主流のターボシャフトエンジンであるチュルボメカアリウスを搭載した同型機よりも燃料の消費が30%低減され航続距離が2倍近くになり高温高地での運用性が向上するとされる 現代の航空法ではエンジンについてピストンとタービンに分けているがガソリンとディーゼルどちらを使用するかについては言及しておらずディーゼルエンジン搭載機もピストンの資格で操縦整備できる特に日本では航空用ガソリンが給油できる飛行場が減少し価格が上昇していることからより安価で給油できる場所が o j e t a 1に対応した ディーゼルエンジンに交換する事業者もある。コンチネンタルモータースでは乾燥用として JETA1 対応のエンジンと交換用キットのセット販売も行っている。またセスナでは172にディーゼルエンジンを搭載したモデルを販売している。ガソリンエンジンより熱効率の高いディーゼルエンジンは CO2 の発生量では環境への負荷が少なくて済む。 しかし PM や NOX の発生量はガソリンエンジンより大量で問題を含んでいる。機体だけを燃やす横ん合燃焼と異なり燃料を液的のまま燃やす噴霧燃焼の原理上液的の燃え残りとして PM や黒煙を発生しやすいことが欠点である。またディーゼルエンジンはガソリンエンジンよりも高温高圧で余分に空気を取り込む内燃機関なので 窒素酸化物の生成量も多くなってしまう。ディーゼル機関の低負荷時の空燃比は3 1から6 1もの希薄に見えるが、均一予混合燃焼ではないので、低温燃焼による NOX 低下はない。むしろディーゼル機関は、液的付近の空気だけを消費する付近一な拡散燃焼のため、燃焼温度が高いまま多量の余剰空気を加熱し、 工程あたり高負荷時よりも大量の NOX を生成する。ディーゼル機関は排気も酸素型となるので、ガソリン機関で多用されている排気浄化用の三原触媒を使えない。三原触媒は理論空燃比で運転する場合に炭化水素、窒素酸化物、一酸化炭素を同時に浄化できる。ディーゼルエンジンの排気ガスの発ガン性について、 風の歌舞伎館である国際癌研究機関は長らく、グループ 2A の発言性イコール、人に対する発言性がおそらくあるとしてきたが、2012年6月、アメリカ国立癌研究所、国立労働安全衛生研究所の大規模疫学調査から、グループ1イコール、人に対する発言性があると格上げした。ディーゼル燃料に硫黄が残留していると廃棄に、 有害な洋酸化物が含まれる。また洋は酸化力が大きいので排気浄化用の酸化触媒や還元触媒とも先に反応して無効にしてしまう。そのため自動車用エンジンへの対応はもっぱら燃料の脱流に頼っている。従来、欧州の経由が低洋分の北海産原油から作られるのに対し、日本の経由は高洋分の中東産原油から 作られるためて栄養化が難しいと言われていた。しかし、日本の脱流に関しても2004年末、自動車排出ガス規制に関連する、自動車燃料品質規制値の変更が行われ、軽油に含まれる用の許容限界は、従来の0.01%質量以下から0.005%質量以下へと、改められ、欧州と同じ時期に、同じレベルに低減している。 硫黄分には燃料ポンプに対して潤滑作用があるため脱流後の燃料油には燃料ポンプ保護のため潤滑剤が添加される。大型白用エンジンには3%ほどの養分の多い粗悪な燃料が使われるため海水スクラバー装置などの後処理で排気から SOX を除去しようとしている。湿式スクラバーの後段で NOX 低減触媒も使えるようになるが 排気温度が低下しすぎているので難しい。2012年現在、欧州で排気温を下げすぎない乾式スクラバーと SCR の組み合わせが開発中である。排ガス中の NOX と黒煙とは二律背反の関係にあり、しかも自動車の走行条件はどちらの状態もあるので2000年代の PM、NOX 対策では2つの後処理装置が必要になる。 高圧噴射で少量の燃料を完全燃焼させ黒煙の発生を防ごうとしても高温高圧化の窒素と酸素により NOX が生成されてしまう。このため低負荷時には EGR を増やし燃焼温度を下げて NOX を低下させる。EGR を増やすと完全燃焼しにくくなり黒煙が増えるため高負荷時に EGR は使えない。 また EGR をなくしても高温高圧化で燃料噴射量が増えると不機密な燃料が早期に発火して PM が発生する。1990年代にコモンレール方式で多段噴射が使えるようになると欧州自動車メーカーは発生した PM を多段噴射による後燃焼で完全燃焼しようとした。しかし NOX には無効だった。結局、 PM 対策と NOX 対策のために別々の後処理装置が使われた。2012年に発売されたマツダスカイアクティブ D の低圧縮比ディーゼルによって初めて高負荷時の NOX が低減され NOX の後処理装置が不要になった。大型白用エンジンには異応分の多い C 重油が使われるため NOX 浄化触媒は容易に使えない。 また、粗悪な重油を着火するため圧縮比も低下できない。派生型の内燃発電では、水添加燃焼により燃焼温度を下げて NOX を低減している。水の気化熱で燃焼ガス温度は低下し、水蒸気は作用気体となる。熱効率は2から3%低下するだけで NOX を50%低下する。 さらに多層水添加という高度な技を使えば、熱効率を維持して60%の NOX 低減が可能となる。日米欧の各地では、ディーゼル自動車に対する環境規制が行われている。国際開事機関は、海洋汚染防止条約付属書6を1997年に採択し、批准国が定数に達すると発行するという手順で、2000年から、 SOX の規制を発行し始め、定期的に規制を強化する方針である。NOX については前回域に適用される2005年に発行した第一次規制、2011年に発行した第二次規制に続き、2016年にはエッセだけに極端に厳しい第三次規制がかけられる予定である。排出ガス処理技術は、できるだけ低温。 低圧で燃焼させることで NOX の発生を少なく抑え酸化触媒や DPF により PMCOHC を処理する方法とできるだけ高温で完全燃焼させることで COHC の生成を抑えその結果増加する NOX を窒素に還元する NOX 還元触媒の二つを併用する方法が主流 NOX 還元触媒に 従来型の三元触媒から派生したものと SCR と呼ばれるものの二つがある。また常時同じように NOX を浄化する、尿素 SCR システムと、リーン燃焼中に NOX を急増し、リッチ燃焼以降に浄化作用を進める、急増触媒の二つがあり、それぞれ組み合わせられる。その他、燃料の回出により、NOX を減らす構想があり、 ジメチルエーテル混入、水エマルジョン燃料などの研究が、白用エンジンの分野を中心に進んでいるが、供給体制の整備や、使用者が補給を怠った場合の対策などの問題があり、実用化は進んでいない。なお、NOX と PM の排出量は前述の通り二律廃反であり、基本的に燃焼のセッティングによって多く排出される、物質の処理に適した。 処理装置を搭載する方式が基本なのだが、使用状況などによっては、メーカーの意図した通りの作用をしなくなってしまうことも、ある。また、工述のように、DPF の強制再生は、燃料の消費が多く、尿素、SCR システムでも、構造上燃費の悪化は、無視できるほどに小さくとも、一方で、 尿素水の消費量はそのシステムを搭載することの多いトラックバスにおいては莫大なものとなる。これらの事態を軽減するために2010年代に入り、DPF と尿素 SCR システムを併用した浄化システムが普及し始めた。併用する場合燃焼のセッティングを低温低圧、または高温高圧の一方に振る必要がなく、 またそれにより PM の発生量が DPF のみの車種のものより減ることで強制再生の機械が減り燃費が改善される。一方 NOX の発生量も尿素 SCR システムのみの車種の場合よりは少ないため尿素水の消費も抑えることができる。EGR 排ガスの一部を吸気系へ導入する排気再循環によって吸気中の酸素量を減らして ピークの燃焼温度を下げ、NOX の発生を抑制する。ディーゼルエンジンには、スロットルバルブはないため、低負荷時に極端な空気型の希薄燃焼になる。ところに EGR を導入し、NOX 低下に利用する。乗用車の場合は、高負荷時に EGR は行われないが、トラックなどは、高負荷時にも EGR を利用しているケースがある。また、EGR には、 燃焼時の騒音を低下させるメリットもある。微粒子除去装置ディーゼル排気に含まれる粒子状物質は多くの場合、DPF と呼ばれるセラミック製のフィルターで捉えて燃焼処分されるようになっている。DPF は排気管の途中に挿入され内部に詰められた多孔質セラミックの微細な感激に排気を通過させ、すす状の PM を補修する。 多孔質の表面には白金などの金属触媒が、塗布してあり、摂氏300度以上の雰囲気中で、PM が触媒によって、排気と化学反応を起こし、H2O と CO2 の無害な気体に酸化され、排出される。エンジンからの排気温度が低い状態が続く場合には、強制再生といって、手動で燃料型の排気を作り出し、定期的に高温状態を作り出して、 DPF に溜まった PM を無害化して取り除く。触媒の多くは容に弱く、フィルターの目詰まりの原因となるため、低用化された、軽油以外の使用はできないが、フィルターにセラミックを使わず、金網と単化系素繊維を用いた製品もあり、こちらは低用軽油以外も使用可能である。SCRSCR とは、選択的な触媒による、 還元作用のことで、排ガス対策の場合は、NOX だけを選択して還元剤のアンモニアと反応させ、窒素と水に還元する浄化触媒作用である。アンモニア還元剤を用いるため従来の NOX 還元触媒よりも高性能である。アンモニアを得る方法で2つに分かれる。尿素 SCR システム n o x アンダモニア急増。 SCRNOX 急増還元触媒排、ガス中の NOX をリーン燃焼時に取り込み、その後にリッチ燃焼で還元させる触媒のことである。NOX 還元に蒸気の SCR を使わないもので、還元剤は HC と CO と H2 になり、三元触媒に NOX 急増層を追加したものと言える。 ガソリン直噴エンジンで使われてきたものであり、ディーゼルには一部で使われている。常用ディーゼルエンジニアとしては、欧州仕様アベンシスで採用されている DPF と一体化し、PM と NOX を同時に還元するトヨタの DPNR がある。NOX を還元するのに、リッチ燃焼が必要なことと、経由内の養分が触媒の機能を奪うのが欠点である。 ディーゼルエンジンの燃料は、発火点が、摂氏225度程度であれば多様なものが、使用できるが、灯油、軽油、重油が使われる。ディーゼルエンジンに誤って、ガソリンを給油すると、発火点が、約摂氏300度と高いため点火できずに、エンジンは止まる。給油配管と噴射ポンプからガソリンを除くことで、復旧できるが、 潤滑性のないガソリンによって噴射ポンプを痛める可能性がある。軽油に水素などを混合した二元燃料の利用も可能であるが、エンジンや配管の再設計が必要となる。一方で、引火点については、軽油が約摂氏50度であるのに対して、ガソリンのそれは約摂氏40度となるため、ガソリンを危険なものにしている。 ガソリンは摂氏40度以上で火に近づけるだけで危険だが摂氏50度以下の軽油に火を近づけてもすぐに燃えるわけではないそれにもかかわらず火がない環境でこれら二つの温度を上げていくと発火点の差から先に自ら火がつくのは軽油であるこの軽油の発火点の低さと因果点の高さが燃料の爆発を自己着火に頼るディーゼルエンジンでの使用を容易にしている 航空機では、灯油に近い性質を持ち航空用ガソリンより、安価なジェット燃料が使える。これは、現代の固定翼機並びに回転翼機で主流の、ターボジェットエンジン、ターボファンエンジンや、ターボシャフトエンジンといった、ガスタービンエンジンと燃料を共用できる点では、ガソリンエンジンよりも有利であり、また低出力機では、ディーゼルエンジンを含むレシプロエンジンの低燃費の、 メリットが大きくなる。ノッキング対策として使用される言鉛ガソリンは、有毒で取り扱いが難しく、環境負荷も大きいため環境税の値上げなどで、規制される傾向にある。そのため現代では、地方の飛行場で、燃料補給に支障をきたすことも、少なくない。以上の理由などにより、無人機も含む、軽飛行機や一部の小型ヘリコプターなどのように、 サービミエンジンの強みである軽量高出力やディーゼルエンジンの弱点である低温環境や高高度での性能を必要としない機材については、軍民ともに複数の大きなメリットがある。車両においては機材が大型になるほどガソリンエンジンよりもディーゼルエンジンが有利になりやすいという一般的特徴に加えて燃料の因果点が高いことから 被弾時の火災リスクが低いといったメリットがあり、特に軍用では多く使われている。また、上述のように、軍用航空機と燃料を共用しやすい点も、特に補給ルートや、設備の限られる戦場では、大きなアドバンテージとなる。日本国内では、行動自走車両以外や、持参燃料タンクへのセルフスタンドガソリン。 軽油、経由給油の多くが条例で禁じられており、灯油ならば持参したタンクに、給油、持ち帰ることが可能になるメリットもある。合成油エミッション低減の足かせとなる、鉱物油由来の天然燃料に代わり、次世代のディーゼル燃料として注目されているのが、GTL、BTL、CTL 等の合成油である。これらの燃料は、単体で、あるいは軽油に混合して、 ディーゼルエンジンに使用することで、ハイガスでは抵抗外化が期待できる。GTL 燃料の原料は、天然ガス。CTL 燃料は石炭であり、軽油に比べて炭化が高く、SOX の原因となる、養分や PM を発生させる、ベンゼンキシレンなどの方向属炭化水素をほとんど、含まない。CNG や水素とは異なり、常温でも液体のため、 現在の燃料販売ルートに馴染みやすい。ただし、加工時のエネルギー分の CO2 排出量がそのまま燃焼させるより増加するために地球環境には優しくない。また、イオが含まれないことから潤滑作用の点で軽油に劣るため添加剤で対応する必要がある。BTL 燃料は植物を原料とし液体燃料として合成したもので、 GTL-CTL 燃料と同様に黄や、方向族炭化水素を含まず、燃焼時に排出される CO2 は、植物が成長する際に吸収した CO2 量に等しくなる、などの特徴がある。これらの合成油は、高世炭化燃料であるため、単体専用ディーゼルエンジンとしてなら、圧縮比を13、15へと低圧縮比化でき、 エネルギー効率を上げ、低燃費化できるのも利点である。これらは、生産量が増加すれば、価格も下がっていくと見られており、今後のディーゼル燃料の主流として期待されている。DME ジメチルエーテルをディーゼル燃料として使うことも実用化されつつある。メタノールを脱水縮合反応合成して、エネルギー密度を上げる方法ではなく、合成ガスからの直接合成による、 低純度低価格な大量生産が確立しつつある。原料として天然ガス、石炭、植物など合成ガス化できるものならよく、有酸素燃料でガス由来の合成油より合成エネルギー損失が少ないのが利点である。DME 燃料は軽油と同等の世炭化で、溶分や方向属炭化水素を含まない。機械式燃料噴射では低圧で、 体積変化するため、噴射量制御が難しかったが、コモンレールで高圧化されたことにより、噴射量制御が正確になり、適した燃料となった。また、重油と DME を混合することで、排気ガスの浄化が望まれることも明らかになりつつある。A 重油と混合した場合、NOX、COX もボリュームパーセントでは低下する。BTF 植物油を、 エステル交換して、グリセリンを除去し脂肪酸メチルエステルとした燃料で、ある。b h d 油脂を水素化処理技術を応用して、分解して作る、水素化処理油である。1885年、イギリス人の発明家、ハーバート・アクロイド・スチュアートがパラフィンを使ったエンジンの可能性について調査し始めた。これは、ガソリンと違いキャブレターで蒸発させるのが難しかった。 彼の発明した焼き玉エンジンは1891年にリチャード・ホーンスビーサンズ社にて製造された。これは世界初の加圧式燃料噴射装置を使った内燃機関であった。このホーンスビー・アクロイド式機関は比較的に低圧縮比で圧縮加熱による燃料の着火には温度は不十分であった。現代的なディーゼルエンジンは直接噴射と 圧縮着火を組み込んだものであり、この二つのアイディアは、アクロイド・スチュワートとチャールズ・リチャード・ビニーによって1890年5月に特許が取得されている。1890年10月8日には、燃料と空気を分けて、エンジンに供給する完全なエンジンの基本的な、働きを詳しく述べた、もう一つの特許が取られた。アクロイドのエンジンと現代のディーゼルエンジンの違いは、 冷間始動時に、シリンダーに特別に熱を供給する必要があるか、どうかである。1892年、ディーゼルエンジンが発明される1年前に、アクロイド・スチュワートは追加の熱源を必要としない、改良版を作り出した。ディーゼルの1897年のオリジナルエンジンが、展示されているドイツ・ミュンヘン、ドイツ博物館1892年、アクロイド・スチュワートは、 圧縮比の向上を可能にするウォータージャケット機械機の特許を取得した。同年にトーマス・ヘンリー・バートンが実験的に機械機をなくしシリンダーヘッドに置き換えた高圧縮比板を製作した。それゆえ高い圧縮比を通して着火し空気の予備加熱に頼らなくなった。ルドルフ・ディーゼルはアクロイドエンジンを発展させ 1892年にドイツ、スイス、イギリス、アメリカで特許を取得した。1893年にアクロイドはエンジン開発をやめている。ルドルフ・ディーゼルの1893年の特許証書2021年、現在。韓国欧米では複数メーカーを買収した持ち株会社を丸ごと別の持ち株会社が買収するなど大規模な 再編が進行中であり、かつ消滅したメーカーも多い。ドイツ、フランス、スウェーデン、フィンランド、イギリスその他。ありがとうございます。